石井127月24日隊は、日本の政治家、実業家、株式会社ピコテック代表取締役、兵庫県神戸市出身、兵庫県議会議員、参議院議員、環境政務次官、外務政務次官、参議院農林水産委員長、自由民主党副幹事長、新進党参議院国会運営委員長、同参議院幹事長、同参議院副会長、 自由連合幹事長、NPO 法人日本紛争予防センター理事長、三協制強化部式会社取締役、特集会特別顧問などを歴任。ニックネームは、ワンツーさん。兄は、元自治大臣の石井はじめ、父は太平レコード元社長で、元兵庫県議会議員の石井広治。おいに、兵庫県議会議員の石井健一郎。 民主党元衆議院議員、西宮市長の石井敏郎がいる。江南大学経済学部卒業、米国オレゴン大学ビジネススクール終了。兵庫県議会議員を3期務めた後、1983年の参議院選挙に自由民主党公認で、初当選。以後当選3回。三木武夫、川本俊夫の派閥新政策研究会に所属し、環境政務次官。 外務政務次官、参議院農林水産委員長、国土庁国土審議会委員、自由民主党副幹事長などを歴任。1993年に自民党を離党後は、新政党で常任幹事、新進党では参議院幹事長を歴任。1997年9月16日、神戸市長選挙に立候補を予定して、新進党を離党するが、翌年に、 徳田虎生の勧めで自由連合に入党。幹事長に就任した。2001年、4選を目指して、第19回参院選に比例代表区より立候補。し、党内最多得票も自由連合自体が、当選者枠を確保できず落選。2006年、秋の叙勲で、朝日、重光明受賞。政界引退後は、経済活動及び論評執筆活動を活発に、 展開。株式会社ピコテック代表取締役として、経営戦略コンサルタント業に注力。二十数社の顧問を務めているほか、海外企業の中日代表として、英米はじめ、約7カ国の企業とコンサルタント契約を結んでおり、海外との行き来も多い。最近では、外国人技能実習制度のもと、外国人実習生受け入れを進める。 21世紀マンパワー事業共同組合代表理事に就任、さらに医療機関の経営改善のためのアドバイスを行う病院包括チェックプログラム提言研究グループの座長を務めている。ありがとうございます。